さあ、今回も変なものを売りつけていくぞ。よし、新しく入った。あー、水素の音が出るかどうかは分かりませんが、水素水浄水器。粗品は、まだね、ちょっとお金が足りないんで、このままいっちゃいましょう。この通行止めのところを工事してもらえれば、4万円出して、次の N 大学研都市。何大だろうね。どんどん進んでいくと、USA! へぇ、まあ、高級住宅街もありの、どんな人が出てくるんだろう。トメさんね、ダメなんだ、寝ちゃってて、全然買ってくれないから、じゃあ、行くぞに浄水器売ってみるか。スキップしてセールス。ああ、もう一度クリアしたら、こっから始められるんだ。はい、中田だよ。パーフェクトヒューマンだよ。今回、本日ご紹介させていただきたいのは、水素水浄水器でございまーす。そらなんだ、新手のベコか。大体一緒だね。まあでも、セールスポイントとかこういうのが違うんでしょう。今なら10連ガチャ1回無料。選ぼ。一撃で仕留める。今なら10連ガチャ1回で無料。1回無料。一撃で仕留める水素水浄水器。それはダメだよな。初心者応援キャンペーンとして10連ガチャ1回無料。さらに、スタート出しキャンペーンとして私がフレンド登録します。なんというアフターケア。これはもう買うしかありませんね。さらに、狙った獲物を一撃で仕留める。お、コンセプトに開発されたのがこちら。巷では水素水浄水機械のヒットマンとまで言われるほど、その界隈聞いたことねえな。話題になっております。相手が全然わかんねえ。俺もだ。こちらの商品、どのように使用するかと言いますと。全部ダメ。つける。一応設置もんだからつけるで押しておくか。ほい。ここは正確につけてあげよう。こちらの浄水器はこのように蛇口に取り付けるだけ。難しい取り付け作業も一切不要でございます。そしてこの最新技術を使って作られた特殊フィルターで水を酸素と水素に超強力分離。あっという間にただの水道水が活性酸素と高濃度の水素が含まれた体に良さそうな水に早変わりするんです。ゴーラ野菜の水やりにっぺー。お、交換色。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、購入者のレビュー、水素の、あー、音がねえかー。コーラが出た。どうだ。まあまあいいね。なんと 99.9% の方がコーラが出たと回答されています。いつでもコーラが飲めるって素敵ですよね。特別価格で900円でのご提供となります。それは結構安いよな。900円で買ってつければコーラ飲めるんでしょ。欲しいわ俺。どうすっぺかな。おいワード、ここは簡単。いずれ難しくなるのかな。そうめんが食べたい。何をすり込ませてるんだ。お、エクセレント。みんな持ってますよ。3個買うべ。どこの水道につけるんだ。キッチンと独立洗面台のとこと、あとお風呂のあそこにでもつける。最初の10連ガチャ1回無料のがなければ割といいスコアになったんじゃないか。好きなもののとこにお味噌汁セットがついてたから、この家マークのこれの方がいいんだろうけども、ただ今ノルマをね、達成したいんで、粗品か、ちょっと一回買ってみるか。プップー、やったぜ粗品。相性のいいエリアは土田舎町。簡素なタオルセット、とりあえず迷ったらこれいいじゃないの。これで、意識高そうな本。タオルとのコンボ。行くぞはちょっと売りつけすぎたから、カズオ
ってもいいし、トメさんどうだろうな。ワンピンポンだったら来るかな。お、よかった。連続ピンポンだとあれかな。寝ちゃうのかな。ああ、こんなとこまでよう来なさって。ほんの数分で説明は終わりますので。こんな町にこんな若い人が来るなんてね。お話だけでも聞いていただけませんか。最近はめっきり若いのが減って大変でね。いいから入れてくれ。お、入れた。元気なさそうな顔。ありがとうございます。私、略。本日のは、意識高そうな本でございます。なんじゃなんじゃ。ご存知ですか？どうだったかしらね。あ、そうでした。こちら、つまらないものですが、キタータオル。よろしければ、どうぞ。エクセレント。なかなか気が利くじゃないの。こちらが今回のパンフレットでございます。あー、字が小さくてよく見えないね。じゃあちょっと眼球そのタオルで拭けよ。多分汚れついてくからは見えねえんだろ。では私から説明させていただきます。今回真面目にいこうかな。うん。偏差値40から62でもな、普通のことを言ってもダメな時もあるだろうから、プロも認めた絶対に壊れない、まあ普通そうなところを入れてみよう。偏差値が40から62、プロも認めた。ああ、普通にエクセレントだ。めちゃくちゃなやつの方がね、おーって思わせるかもしれないからね。翌日には偏差値62、すげえ。頭が良くなりそうな気がする、意識高そうな本がこちら。そして、この意識高そうな本は絶対の自信あり。その道十数年のプロが認めた本物の意識高そうな本なんです。なんじゃかすごそうじゃねえ。こちらの商品、どのように使用するかと言いますと、ここはしっかり目をしないと。載せる、取る、読む。取るして、取るにしたいけど。読むにしとこ。せっかくここまで来たからね。普通に選んでみようか。こちらの自己啓発っぽい本を読んでいただくと、今抱えている迷いや悩みが光に包まれ、消え去ります。光に。光になったすべての煩悩から解き放たれ、新たな人生を歩むことができるでしょう。そりゃあ教訓か何かかい。やった。でも喜んでもらえた。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートを取ると、悟りを開いた、意識高いと思う、読んでない、読んでないだけは選びたくないね。これが悟り。うん、合ってるかな。よかった、エクセレントだ。まあ、イメージしてる状態の、とマッチしてたんでしょうね。世界が平和になりそうですね。そしてこちらの意識高そうな本、特別価格で1100円のご提供。あと50年は生きるつもりだからね。新たな人生、楽しんでくれ。無駄遣いは。お、そしてホイワード。よーし。全部エクセレント。ほほほ、10個いただこうかいね。やったー、1万超え。1冊で十分だろう。これマックスではないのかな、まだ先あんのかな。粗品とかで、お、そして大富豪、やったー。特別注文ボーナスチャンス。ルーレット1回消費、10枚使う、名刺を使ってと。今度こそ3か4来てくれ。お、3、止まれ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 止まって、これは、1か。惜しい。でもプラス5個、嬉しいね。よし、こうやってまずはノルマ達成を。100点、やるじゃない。やったぜ。ここのセールスポイントは毎回一緒ってわけじゃないんだね。あの財界の大物が手がけて、どうにしようかな、絶対に当たる。何が当たるんだと。まあまあよかった。エリート中のエリートが作り出した。100発100中です。何が。こちらの自己啓発を持って写真を撮ると、できる人間になった気分が簡単に味わえます。
さらに SNS に写真をアップすることで周りから一目置かれること間違いなしです。 SNS ってなんじゃ、 KOF とか出してるあそこか。あーバットだ。どれにしようかな。マジハマりコスメランキング第1位。これは選びたくなる。防水加工無限の、うん、プロを認めた無限アンリミテッド浄水器。そりゃあな、でもしたかったんだよ。こういうアホな歌い文句に。かわいい。コスメなのかな。一生使える、出汁が取れ続ける。対使用回数は�驚きの3万回。へえ、80年以上は持つ。三つ星シェフも愛用、3歳児から使える。水素水浄水器いいんだ。プロ仕様の一品、なるほどね。3歳児から使える安全設計、幼少期から慣れ親しめばその道のプロも夢ではありません。水素のプロかな。なんじゃがすごそうじゃの。やっぱ投げるべきだよな。こちらの浄水器はカーリングのように氷の上を滑らせていただくだけです。特別フィルターの軽量素材で作られているこの浄水器は圧倒的スピードで滑り続けます。まずいまずい、加速しすぎでしょう。これであなたもカーリング日本代表選手にきっととか言っちゃダメ。カーリングじゃあなんじゃ、インターネットか。ああバットでした。よし、これで水素水の浄水器もノルマがクリア。ヒュー、お疲れ。これ次の商品じゃん。渡し方雑ですね。そういえば事務所がどんどん綺麗になってるような。お、よく気づいたじゃん。会社が潤って金が余ってるから改装しちゃったじゃん。少しは給料に反映してくれてもいいのでは。俺が稼いだ金で。あ、そうそう、実は事務所を改装するときにこんなに見つけたじゃん。わ、なんか呪われてませんそれ。まさかじゃん。あ、でもこの前夜中に白い塊がゆら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 って漂ってたじゃん。ごくり。そしたらその白い塊がブワーっとこっちに向かってきて、俺は慌てて逃げようと走り出したら、その塊がなんとバサー頭に覆いかぶさってきたじゃん。ヒー、慌てているとドンと何かにぶつかったっぽいじゃん。それでね、なんだか怖いな怖いなと思ったんですよ。よーく見てみるとですね、見るとそこには警備員の格好をした人が。あ、でよく見るとその白い塊はコンビニのビニール袋で、慌てたら警備員さんにぶつかったっておじいちゃん。なんだ、慌ててびっくりしただけじゃないですか。ドッアッハッハっていうシーンの後に本物の白い霊的なものが浮かんで、そう、別に怖くもなんともないただの話じゃないですか。ん、うちって警備員って言いましたっけとか。どうしたじゃん。やっぱりうちの会社って警備員なんて巡回してましたっけ。ウェーイウェーイ、テンションでごまかすな。今日は早めに帰るじゃん。そうしましょう。お、新しい、なんだ、スプレーと金運ブレスレットと殺虫剤で、お金をね貯めておいたんで、とりあえずまず金運のブレスレット、単価高いね。行ってきます。工事依頼。よし、新しい町に行けるようになったぞ。メールを受信。お、最新贈り物情報、粗品が増えたのか。たわしやったぜ。サブロー、リエ、白木。誰から行こう。まあ普通のアパートって感じだね。まあとりあえず連打するよね。サブローサブローヘイヘイサブロー。なんです、ピンポンピンポン、うるさいですね。こんにちは、私なあかた。変なもん売りつけたいんだけど、いい入れて。私は今試験勉強で忙しいんです。
お話を当たってください。なぜか怒らせてしまった。じゃあ今度は優しくソフトタッチでちゃん。なんです。こんにちは中田。今回商品お伺い。それって私の試験勉強に関係あります？あると思います。ほう、興味ありますね。クイメガネをあげた。さあどうぞどうぞ。チョロイン。ご浮かく。ハチマキが。ありがとうございます。中田だよ。金運ブレスレットでございます。なになに、金運ブレスレットか。金運ブレスレットね。こちらが今回のパンフレットでございます。む、ノーマルな金運ブレスレットにしか見えませんが。よくそう分かったな。いえいえ、今までの金運ブレスレットとは訳が違います。Bluetooth 対応、いいなそれ。あ、でも偏差値はね上がる。これの方がこいつは絶対喜ぶだろうけども、俺は Bluetooth を選ぶね。で、Bluetooth 対応で、iPS 細胞から作られました。なんかアルファベットがいっぱいあるとすごい良さそうに見える。いいんかい。こちらのパンフレットによると、Bluetooth に対応、お持ちのスマホと専用アプリで2台まで同時に遠隔操作可能。遠隔で何を操作するの、ブレスレットの。ん？こいつも分かってない。何が操作できるかは買って確かめてみてください。確かめてみろ。近年発見されたあの iPS 細胞がついに実用化。お客様一人から作られた iPS 細胞で作る金運ブレスレットですので、拒絶反応も起きづらく安全性も非常に高いことが特徴。何より自分から作られると愛着が湧きますよね。気持ち悪い。ふむふむ、まあいいでしょう。喜ばれちゃった。スケールが正しいんだろうけども、食べよう。食える食える。ごくごく、むしゃむしゃじゃなかった。びっくり人間賞かな。まずはこちらの金運ブレスレットをお召し上がりになってもらいます。そしてそのままうまく胃からブレスレットを出します。するとどうでしょう。いや、どうもしないよ。世界中のメディアからポンプ人間として注目され、世界スターとして華々しく活躍することができるんです。ちょっとグロテスクですが、それも新しいパフォーマンスの形なのでしょう。意外と乗り気。グッドなのがおかしいから。アンケートお願いしたところ、パワーを感じる。1億円当たった。財布を落とした。あ、財布を落としただけは選ばないようにしなくちゃな。多分左がパワーかな。うん。あ、グッドだ。1億円の方が良かった。写真からでもオーラを感じますよね。そしてこちらの金運ブレスレット1400円でのご提供。あなたは私の頭脳を揺さぶれますかね。おいワードいきましょう。おいワード難しくなってくるかな、このステージが進むと。気になる、部屋が狭い、気になる、節約になる、生活費カツカツ、資産運用。いいワードと思いきや別にそうでもなさそうなのも多いんだよな。はい、エクセレント。ふむ、あなたもやはり勉強家なのですね。私の欲しいものをズバリ当ててくるとは。ズバリ7個欲しいでしょう。今回すいませんので、ズバリ買いましょう。そうですね、ズバリ7個くらいなら買ってもいいですよ。わかりました、ズバリ7個。ちょろかったぜ。